じゃん、ようこそアベンジャーズの沼。おー、いいね。もう興味湧いてきた。 なぜ1日は24時間なのか。じゃじゃん、あれ趣味の東京駅。おお漫画から始まっていろんな路線の趣味に行けんです。なるほどね。はい、もう宮下パークでずっと一緒に行こうです。ずっと。あ、すごいね。すごいね。はい、僕横原が、はい、無臭港におすすめしたい趣味はこちらです。はい、ででん、アニメ。おお、アニメ来ました。はいはいはい、はい、まあ、これはもう、うん、趣味と言ったらみたいな、うん、もうあるじゃない。はい、これ何、はい、これ何あの勇者の剣ですか。剣かわいい。ちょっとアニメっぽい。勇者の剣、弱っそ。勇者の剣、かわいい。弱そうな剣が。アニメね。アニメです。はい、まあアニメと言ってもまあ、ジャンルがすごくあります。まあそうだな、まあ、幅が広いんですよ。うん、だから、うん、なんていうの、無趣味な港で もうどれかしらは絶対ハマるジャンルがある。あ、うん、はいはいはい。で、いろいろ例えば日常系だったり、うん、バトル、うん、ラブコメ、SF、ギャグ、うん、転生系とかね、うん、まあたくさんあるんですけども、うん、僕がなぜアニメをしたいのか、はい、わかります？まあシンプルに好きだから、うんうん、あのキャラクターが動くんですよ。あ、確かに。これはこの魅力はもうアニメでしか味わえない。確かに、確かに、考えてみよう。確かに原作で読むって良さもあるんですけど、うん、まず一歩目入り込むんだったらこの世界に、うん、アニメでキャラクターが喋り動くっていうのが分かりやすいし、まあ、確かに感情とかも伝わってきやすいんで、うん、はいはい、ストーリーとかも展開も分かりやすいと。これが一番今アニメの強いところです。はいはいはい、そして主題歌、主題歌、もうこれがもう上がる、すごく。そうですね、確かに。アニメから主題歌を好きになることもあれば、うん、主題歌からアニメを好きになることもあると思う。曲ともストーリーともこうリンクしてるんで、うん、そういうなんか五感からね、なるほどね、味わえる。なるほど、はいはい、それがもうアニメの良さなんですが、うん、はい、まあ僕がそんなアニメの中でね、はい、このおす港におすすめしたい、うん、ジャンル、ジャンル、ジャンル、うん、こちらです。デレン、はは、はい、日常系、日常系、タイムリープ系、まあ、ループ系とも言われますけども、あとサスペンス系、はいはいはい、主人公最強系、はい、あ、まあね、この先ほどガチャンも紹介してくれましたけども、はい、僕はより詳しくどんなアニメが港に合ってるかっていうのを今プレゼンするんで、もそれを聞いて、あ、このジャンルは私に合ってますねと判断していただけるように、はい、僕はこのね、僕が好きな4つのジャンルをこの紹介するんで、はあはあ、手厚い、はい、まず日常系、はい、日常系、まあ、日常系っていうのはなんだ、もう主人公の、うん、もう普段の生活、うんうん、もう基本的にこうほのぼのとした生活が日常が描かれてるアニメです、うんうん、だから本当に僕が今何本も日常系のアニメを見てきましたけども、うんうん、まあ、基本的に見ている側の感情がそんなに大きく動くことはないんですよ、うんうんうん、あー、なるほどね。本当にずっとうっすら笑顔でいられる。だからサザエさんってことみたいなこと、本当に。あれは日常系ですね。そう、日常系、元祖日常系。はいはいはい、だから本当に、なんだろう、集中してみようって例えば思わなくていいんですよ。うんうん、だけどアベンジャーズとかもね、うん、やっぱ多分ハマっちゃうとガッてなるじゃないですか。まあそうね。そう、うん、こういう伏線が伏線が、うんうん、じゃなくていい、もうパッてつけといて、うん、たまに見て笑えばいい。なるほどね。それぐらいのレベルで見られるのが日常系です。なるほど、いいね。そんな中でも僕のおすすめなのが、うん、ワーキング。ワーキング、ワーキングという、知らないですか？知らない。聞いたことあるけど、ちょっとわかんねえな。もう本当にね、あの、僕がもう本当に高校生の頃に見たアニメで、めっちゃ笑顔じゃん。めっちゃ嬉しそう。僕がアニメにハマったの、軽音とワーキング、この2つでからはにあのハマったんですけど、まあ、そのうちの方もワーキング、ワーキングはこの北海道のファミレスがこう舞台になっていて、ワグナリアというファミレスが舞台になってるんですけども、まあ主人公が男子高校生で、まあそこでバイトを始めようというとこから始まり、
なんかこのそこのバイトで働いている、うんまあ、先輩だったり、うん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 、そういう社員の方とか、うん、新しく入ってくる後輩とか、はい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 、そういうとこでこう行われる日常、うんまあ、基本的にはコメディとか逆ベースで、うん、あーなるほど展開されていくんですけど、もうそこで見られるほのぼのとした生活がもうずっとうっすら笑顔で見られるという、なるほど、はい、ワーキングというアニメ、うん、そして2つ目タイムリープ系、はあまあ、これはねタイムリープ、まあ、いろんな種類あります、はい、タイムリープ系あの有名なとこだと鈴宮春日の憂鬱とか、うん、おあそうだね、結構映画とかでもよくある、うん、もう時空がこうループすることによってストーリーが展開していくという、なんかこの1周目と2周目で何かが違うとか、うん、なんかこういうとこで伏線を回収していくみたいなとこなんですけども、はいはいはい、まあループによる伏線がねやっぱ一番のミソになりますが、うんうんうん、僕がその中でおすすめしたい、うん、タイムリープ系の中でおすすめしたいアニメがシュタインズゲート、シュタインズゲート、これもね本当にシュンは知ってるんだ、すごいね、シュタインズゲート本当に面白い、ま、ただこれはちょっと先ほどの日常系のに比べてちょっとまあ難しいアニメが多くなってくるね、タイムリープ系は、うんうんうん、まあ、これはちょっと好きになってからかなっていうのはありますけども、まあシュタインズゲートの良さはもともとゲームが原作なんです、確かね、これで、こう秋葉原のなんかこうサークル、なんか未来ガジェット研究所っていう主人公が所属する、まあ主人公が立ち上げたサークルみたいなのがあって、まあ科学者というか発明家を名乗ってるのが主人公なんですけども、まあ自称発明家みたいな、科学者みたいな感じなんですけども、まあ基本的にはまあデタラメなものを発明して、これはすごいんだって言って周りの人がわーってこう仲間たちがわーって言うんだけど、それを見てる第三者は何やってんだあいつらと、ガラクタばっかり産んでってなるんですけども、ある時すごい電子レンジをまあ発明するというか、まあそれがねあのタイムリープの鍵になってきて、まさかのたまたま作ったやつがとんでもない発明だったっていうとこから始まり、最初はちょっとギャグチックなのかなと思いながらも、後半はもう壮大な、すっごい長いストーリーが描かれてるんですけども、こうなんか泣けるんです、最終的には。まあそっちなんだ、この人は助けられるけどこの人はみたいな、すごいもう本当に胸がギュッとなるすごい熱い作品です、これは。はい、深いね、深いです。そして3つ目、はい、サスペンス系、サスペンス系ね、はい、まあ、僕だけがいない街とかデスノートだとかね、まあ、こういろんな、まあ、サスペンス系といってもこう広いジャンルですけども、まあその中でもね少年漫画っぽくてまあこう見やすさもある、はい、僕のおすすめは、はい、デュラララという、デュラララ、まあ、これも人気アニメなんですけども、まあ、池袋がこう舞台となってまして、はいはいはい、主人公はね、まあ、本当になんかそこら辺にいるありきたりな青年みたいな、うん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 、無趣味な、うん、うん、本当になんかもう、まあ、松井湊君みたいな感じの主人公が出てきます。おお、はい、もうだからありきたりだって言われてたからねもうそれでなんか気づかないから、ね、ただまあその主人公はすごいだから変わりたいということで上京してきて、うん、非日常を求めるわけですよ。俺もう今の港です。俺か上京、俺か非日常をこう求めて、はい、カラーギャングに入るんですよ。お、池袋って、うん、あの池袋ウエストゲートパークっていうカラーギャングをね、モチーフとしたあの作品があるんですけども、それに似た感じでカラーギャングに入るんです。はいはいはい、まあ、そっからいろんな事件に巻き込まれて、まあサスペンスと言ってるんでいろんな事件を解決したりとか犯人を見つけたりとか、まあ推理系じゃないもののいろんなものに巻き込まれながらも、なんかこう非日常が求めてた非日常がなんか思ってたより非日常になっていくという。なるほどね。そしてなんかファンタジーなとこもちょっとあって、うんうん、なんか首のない騎士みたいなのが出てきたり、なんかやたらと不死身な男が出てきたり、池袋に、そう池袋に最強の男が出てきたり、まあなんか本当にちょっと少年漫画っぽくなって、うん、ちょっとポップに見れる、なるほどね、あんまり難しくない感じのサスペンス系です。なるほど。そして最後一番おすすめしたい、はいはいはい、主人公最強系、うん、なるほど、はいはいはい、
まあ、これは、まあ、さっきね、はい、ガチャもちょっと言ってましたけども、はい、まあ、最近流行ってます。最近流行ってるジャンルで、はい、まあ、もう主人公が最強なんですよ。もう、はい、もう簡単分かりやすい主人公が最強なんで、うん、もうノンストレスで見られる、本当に。まあ、ちょっと、ね、バトル系の漫画アニメとかだと、なんでこいつこうしないんだよとか、やっぱ感情移入してこう入っちゃうと思うんですけど、主人公最強系はもう主人公が到着したらもう話が終わります。そういうことだよね。スカッとした話が終わるから本当にストレスがない。まあ、その中でも僕がね、はい、おすすめしたいのが、うん、影の実力者になりたくて。結構多い共感者が、まあ、最近だとマッシュルとかね、はい、流行ってるやつもありますが、僕はちょっと影の実力者になりたくてというアニメを、まあ、おすすめしたいんですが、まあ、その理由というか、はい、どんなとこがおすすめかと言いますと、うん、まあ、その主人公は、まあ、この現世に生きてて、まあまあ、もともと影の実力者に憧れてると、うん、ヒーローでもヴィランでもない、はいはいはい、影の実力者になりたい、まあ、ちょっと中二病思考というか、うん、ちょっとなんかどっか影のある、うん、なんかどっちの味方かもわからない、まあ、けどめっちゃ強いみたいなのに憧れてる中二病の主人公が出てくるんですけども、うん、裏で暗躍する系だ。そうだ、その人がね、こうすごく、まあ、トレーニングするんですよ。鍛えて、うん、すごい世界で一番強いぐらいの人にまずなるんですよ。まず序盤でなるんですが、うん、本当にもうすっごい才能を得るんですが、うん、交通事故で亡くなっちゃうんですよ。そしていきなり転生します。転生した先でも最強のままです。最強のままで、これ転生したけど俺はまだ最強だということで、まあ序盤はね、子供の頃はまあおとなしく過ごして、ここぞっていうタイミングで影の実力者にもバッてなるんですよ。で、出会った人とかになんかちょっと困ってる人を助けて、俺は影の実力者だと、でお前はこういう悪役に今狙われている、だから俺が助けてやったんだ、俺の仲間にならないかみたいな適当なホラーをこいて仲間にしていくんですよ。でもその仲間になっていく人たちはみんなそれを信じてるわけですよ。実際強いし、そう信じてってずっと適当にホラー吹いてるだけなんだけど、周りはガチっていう、このコントラストが本当にコントみたいでおもろいです。そう、周りの部下はめちゃくちゃガチだけど、ずっと自分は適当なこと言ってるだけで、どん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 適当なこと言ってるんだけど、どん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 それが本当になっていって、なんでこんなに本当のことが起きてんだみたいなことになってて、毎回毎回すっごいいいタイミングで出てきて、悪役をボッコボコにするっていう、もうただただスカッとする。そしてほんとちょっと笑える、うんうん、はい、それがまあ僕が一番おすすめしたいと言ってもいい影の実力者だけという、まあ、主人公最強系のアニメなんですけども、うん、まあもうお分かりの通り、まあ、港がねこのアニメにハマったらまず何を思うか、うんうん、こちらですね。なぜ1日は24時間あれ、あーまあ確かに見たかった、見たことあるな。まあもう足りない。だって今言っただけでも4種類のジャンルがあります。ただもっと王道のバトル漫画だ、バトルアニメだってあるし、もうそういうとこを省いてもすっごいいっぱいあるのに、どん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 最新のやつが出てきてランキング更新されます。もう1日24時間で足りません。もう確かにそれはそうだね、見たことだって僕ですら全アニメは見切れてないですから。まあそうだよね、全アニメを見切れてる人がこの世にいないんですから、1日は24時間で足りないんじゃないかって思います。そしてアニメこんなに量があるということは、初期の東京駅あれ繋がんのか、はい、あれ趣味の東京駅、なるほど、趣味の東京駅、はい、なんで東京駅かというと、東京駅もすごい路線がいっぱいありますね。だからジャンルで言ったらすごい路線がいっぱいありました、はいはい、そっからいろんなところに行ける。そうだね、そしていろんな景色が見える、うん、で聖地巡礼とかしてカメラとかね持って確かに行けば景色とかもなんか、ね、確かにタイムリップしてるもう始まってるんじゃないか、うん、この辺りタイムリップ傾向とかね、うん、タイムリップ傾向、うんうん、まあだからすごく、まあ、何が言いたいかっていうとすごい豊富な作品があるんで、うん、あ、まあ、基本的に港でも絶対ハマる作品はあるってことです。ちょっとふざけてしまいましたが、はい、何を言いたいかというと、港の知らない世界を教えてくれる。聞いたことある、
聞いたことあるけど、はい、見たことありそうだけど、誰かしらが言ってる言葉です誰かしらがな、はい、誰かしらが言ってる、なるほどね。まあアニメはね、もう何もすることがない、どこに行くこともない、もうそこら辺でうろうろしてるだけの港を、おー、最後にすごい言われたいろいろな場所に連れてってくれます。もう家で見てるだけで転生して勇者になれます。確かに、で、何でもなれる、野球選手だってなれる、いろんな人の気持ちになってその人生を味わえる。だから港の知らない世界を教えてくれるということですね、はい、そしてライブの演出とかね、クリエイティブな一面がありますよね、港さんは。そんな港によりいろいろなね、発想だったり感情を与えてくれると。だから仕事にもつながると。まあそうだね、そう。そして感動したいとき、スカッとしたいとき、奮い立たせられたいとき、ぼーっとしていたいとき、ね、いろんな状況ありますけども、そのすべての状況を網羅できるのがアニメと。もうでもすごいジャンルあるんだ。確かに。ということで以上で僕のプレゼンを終わりとさせていただきます。なるほど、素晴らしい、ありがとうございます。なんか最後のこの、なんていうの、一連の文言、心揺さぶられたね、なんか。あ、ほんと、いつもよりなんかハキハキしてたよね。ハキハキ、なんかあの手紙以来ぶりぐらいにハキハキしてね。もう好きだからね、あれ。いや、嬉しい。僕が、港におすすめしたい趣味はこちらです、はい、じゃん、有線イヤホンデビューしちゃおう。おお、フリップ下手すぎない？下手すぎるだろ。上すぎる、うん、ちょっとね、バランス間違えちゃいましたけど、まあ、ちょっとね、かわいい、ちょっと高い、高いやつ、高いやつ、高いやつ、ね、いいやつ、ちょっと大事にしたいなってできるようなやつを買いましょうっていう。有線イヤホン、なるほど。まあ今は結構ワイヤレスイヤホン、そうだね、いや、そうじゃない、流行ってますね。僕のメインはワイヤレスなんですけど、はいはいはい、有線もね、なるほど、素晴らしいんですよ、音が、はい、あ、なるほど、音が違うんだ、ね、音が全然違う、もうね、想像はなんとなくできる、まあ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 、ワイヤレスイヤホンって、うん、ハイレゾに対応してますとか、はいはいはい、いっぱい書かれてるじゃない、はいはいはい、ありますね、文言が、うん、はい、でも日本人が持ってる携帯の大半はワイヤレスイヤホンでは入れそう聞けないことが多いです。へぇ、ハイレゾ、ワイヤレスでハイレゾに対応してる携帯っていうものを持ってなきゃいけない。なるほど、なるほど、はいはいはい、俺が思うに港の持ってる携帯は対応してない。なるほど、なるほど、はい、で、まあ有線、有線で、うん、あの聞くと、はい、いいところはもうロスレスハイレゾです。おー、なんですか、そのなんで ロスレス、ロスレスハイレゾ、ロスレスハイレゾです。おお、略もう、うん、ね、何ロスレスハイレゾ、ハイレゾ、はいはい、それも、もうあの音楽の情報量が全然違います。音の細かさだったり、うん、もう粒の細かさも聞こえない音まで聞こえます。もう普段港が好きで聴いてる音楽の質はもうどんどん上がる、うん、なるほど、無限に聞けちゃうぐらい音質がそんな違うんだね。全然違う、音質で言ったら、もうこれはもういろんな知識を話すよりももう聞いていただいた方が早い。あ、まあね、体感ね、体感、確かにこの、ね、ロスレスハイレゾだけだとすごそうなのは分かるけど、うん、何がすごいのかまではちょっとね、体験とこないとね、俺も説明できる自信ない。もうこれはまさかのプレゼンする側のプレゼン、これはもうプレゼン内見もんだ。聞いてほしい、聞いてもらうと早い。でここにですね、あるんだ、あの YouTube のスタッフさんが普段使ってるイヤホンが、あ、自分のじゃないんだ。君のではないよね、はい、自分のは、あ、自分のあります。あ、なるほど、ね、まずはこっち聞いてください。あ、なるほど、あ、なるほど、僕の聞いていただいて、なるほど、いいんですか、はい、そんな、はい、なるほどね、なるほどね、びっくりした、びっくりした、本当にびっくりした。あなたならありえるから、はいはい、これはまず一旦これは一般的なっていう認識でいいのかな、まあ、一般的なイヤホンですね。なるほど、いや体験するのいいな、実際に。な、何で聞かせてあげるの、何で聞けばいいのか。あ、僕の携帯で、ありがとうございます、びっくりした、イヤホンジャックこれ刺さんの、これあなたの携帯って、あ、これを、あ、なるほど、あ、そこら辺の準備はしっかりと、はい、そこはしっかり、じゃあ、あれそして、おお、そこだ、すごいんだから、そして、そして、その有線イヤホンで
携帯で聞くにはこれが必要なんですよね、はい、あ、専用のね、これがめちゃくちゃ大事で、あ、そこまた違うんだ、これを通すとハイレゾになるんです、あ、なるほどね、音質をハイレゾ化する機械ですね、これ、そんなのあるんだ、だから、ね、まあ、これ普段使ってる一般的なイヤホンですけど、うんうん、これ通しちゃうだけで、まあ、実は結構いい音になっちゃう、あ、なるほどね、けど、まあ、でもだいぶ違いは出ると思うんで、はいはい、まず一旦ね、一旦ね、一旦ショップ店員みたいだな、そんなのあるんだ、すごいね、ね、こんな困るの知ってる、テンション高いな、ね、ちなみに何を聞かせてあげるんでしょう、あ、なんか聞きたいのある、いやいや、それも新たな、なんかクルージングが全然違うんですよとかそういうことじゃないんだ、今あなた、じゃあ IMP の曲、あ、ありがとうありがとう、なんかじゃあ、まあ、じゃあクルージングしようかな、じゃあクルージングね、はい、クルージング流してもらっていい、うん、どうだ、 YouTube 初の絵だよ、うんうん、うん、ほう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 、これ港にかかってるからね、これね、うんうんうん、はい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 、なるほど、まあまあすごく普通に音がいい、うん、はい、今のところ別に自分の持ってるイヤホンと大差は感じてないかもしれない、俺は、はい、でもこれ港が聴いてるのはもうハイレゾです、これ、おお、なんかすでにすでに、なるほどね、はい、確かに高い音とかが結構パンクリアに聞こえる、そうなんだ、確かに、じゃあ僕が使ってる、はい、イヤホンを、はい、そうだよね、はい、そっちだよね、こっちが気になるかな、こっちが大事です、はい、だって有線イヤホンデビューしちゃおうだもんね、しちゃおう、確かに過去高いやつ、うん、結構高いやつ、うん、出たこれです、これなほぼイヤモニ、イヤモニじゃん、うん、すごいね、ほぼイヤモニっていう、まあ、このイヤホンは、はい、中音域と高音域にもうめちゃくちゃ特化してる、へえ、低音っていうよりはもうとにかく中高音がすっごいスパーンってなるやつで、はい、うん、まあ、結構アニソンとか、うん、なるほど、まあ、J-POP とか、うん、女性ボーカルの曲を聴くのに向いてる、うん、へえ、レイディ・デンジャラスのタイガの声なんか聞こえないんだでも低音域だから、でも低音もバッチリです、バッチリ、どっちかっていうとそっちのね、ああ、びっくりし、よかったよかった、そうだろう。なんで俺もそんなフォローしなきゃいけないんだ。じゃあ今日なんか適当に。はい。お？お？お？笑ってる笑ってる、どうしたどうした、これ何笑いだこれは。うん、お。ちょ、めっちゃ笑っちゃってる、すごい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 んだけど、あ、なんでスイッチングにしたの変えんなよ曲、ね、絶対クルージングで理科で習ったろ実験するときはさ、いや、あ、そうか、同じのか、うん、同じにしないと、すごいわ、なんか俺スイッチングやったんだけど生バンドみたいな音になる、すごいわ、もう耳のそばで演奏してくれてるみたいな、ほんとにすごいわ、めっちゃ空間広いっしょ、広い、ああ、そんな違うんだ、そうなんだ、これすごいわ、ありがとうございます、レコーディングブースでなんか生バンドで聴いてるみたいな感じ、立体的に聞こえるんだね、あ、そう、すごいね、これは感動する、全く別の曲になるし、うん、なるほどね、ありがとうございます、やっぱ体験するとこんなにも違うんだな、そんな違うんだね、確かになかなかこのタイプのイヤホンをさ、まあ、聞くことってないんだよね、イヤホンショップに行かないと、うんうんうん、すごい、そしてその有線イヤホンを、はい、買うことで、まあ、港くんはこれを目指すことができます、目指す、目指せ、俺は目指せ IMP のお散歩マスター、おーおー、みなちんさ、もういろんなさ、例えば雑誌のインタビューとかで散歩が好きですねよく言うの、言うから、もうこれでもう最高の音楽聴きながらもうお散歩したらもうどこまでも行けると思う結局散歩はベースなんだよね、別に散歩にいるのね、お散歩ベース、もうみなとがよくするお散歩のクオリティがもう何段階も上がります、なるほど、それはいいかもね、普段の日常のクオリティが爆上がりするってこと、爆上がりする、まあ、だからまあワイヤレスもいいけどね、うん、こういう有線イヤホンもすごくいいよっていうことで、うん、いや確かに、はい、今回これをおすすめさせていただきました、ありがとう、いやすごいわ、気になるな、ちょっと、いやそうね、こだわりが ね、うん、ね、なんか初めてこの新たのなんていうの趣味のさこだわりを聞いたから、確かにね、なんかこんな熱いんだったら気になっちゃうね、いや、ね、気になる気になる、いや、ありがとうございます、はい、はい、
僕影山が港におすすめする趣味はこちらです、はい、ベレン、無趣味の一日の過ごし方。休日は何をしたらいいかわからなくなりますよね。いやまあはいそうですね。そうですよね、はい、そんな時には、まず早起きをしてジムに行ってみましょう。おお、ね、はい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 、自己啓発本みたいな。で朝から体を動かすと、あの健康にもいいし気持ちもすっきりします。わかるよ。そして次に、コーヒーをテイクアウトしましょう。おテイクアウトしましょう。お願いします。目指せ影山さんじゃないこれ。この企画なんだ。コーヒーをテイクアウトしましょう。しましょう、しましょう、はい、で、はいはいはい、帰宅後、シャワーを浴びて、はい、テイクアウトをしたコーヒーを飲む時間は至福です。シフトマジで本当に、はい、ね、フリップゲー、フリップゲーしてね、結構で、うん、またコーヒーはあの脂肪も燃焼してくれるのでおすすめです。なるほどね、はい、筋トレもしてるしね、はい、そうですそうです。まだお昼、まだお昼時は、無趣味のあなたは何をしたらいいかは分かりませんよね。本当に本人が喋ってるね。で、言わされてないよ。 Google 翻訳みたいになってるから脅されてる。なんか自我はどこ行ったの。なんかそんな時は、うん、とりあえずショッピングに行ってみよう。無趣味で困ってるやん。怖いマジで。やることなくなってるじゃん。俺がやってるやつなの本当にこれは。ね、そう、なんかもっと自分に落とし込んで喋れないからね。で、あの気分も上がっているので、うん、あのいいアイテムに出会えたら即決すること間違いなし。買い物のね、はい、で、ショッピングも終えて、気分がいいまま焼肉を食べに行ってください。ちょっと美味しいね。ショッピング長くない？まだお昼って言ったよね。割と長い時間で、まあ夕方かな、今そんぐらいですかね。はい、そして、帰宅後、湯船に浸かりしっかりとストレッチをして、もう夜になっちゃった。空間のまま、深い眠りについてください。しかし、なぜ休日なのに単独行動しなきゃならないのか、ね、続いてこちらです。新しい自分を見つけるためにいろいろと挑戦をしてみよう。港は寂しがり屋なので自分の言葉それ、単独行動のトレーニング。ね、何それ。コンビニも行けないじゃない、一人で。ね、で、単独行動に慣れてくると、行動範囲も広がること間違いなし。すると結果的にこうなります。お、はい、可愛さも兼ね備えた余裕のあるかっこいい港になれること間違いなし。以上で僕のプレゼンを終わりさせていただきます。逃げた。テンポ感だけ。どうでした？記憶ないでしょ。1枚目からツッコミをごろあったのなんかその無視してどんどん進めるから一旦話そうぜ。いや本当にごめん、もう俺はね趣味ないからこうなってしまう。どうですか、湊、あの一通り聞きましたけど、はい、もう決まりました。もう決まってます。おお、だからもう正直言う、全員って言いたかった、うんうん、本当はね、うん、けどまあちょっとこの選ばなきゃいけないっていうことで、はい、選びましたけれども、はいはいはい、はい、わ、じゃあ早速、はい、誰の趣味が一番チャレンジしてみたくなったのか、はい、湊、発表をお願いします。たん、僕、松江湊がチャレンジしたくなったのは、リーダー影山拓也以外の5人。おー、いいね、おぶろ、やってよかったな。よかったよかった、びっくりした。いや俺結構楽しいぜ俺の1日。ですね、はい、リーダー、はい、今の俺だ。
まあ、やっちゃってんだもん。やっちゃってるし、あまり変わんなかった。一緒にやるじゃん、たまに。まあやるな、やるな。買い物行ったりとか。やるやる。今の俺なのよ、あれは。なるほどね。逆にちょっと他の5人をね、選べなかった。あもう正直、多分全部見るしやる。うん。いや、本当ありがとうございました。いやいや、とんでもないです。とんでもないですよ。リーダー以外に言ってるよ。とんでもないです。だから本当リアルに、うんまあ、終わってからいろいろ聞きたいわ、うん、次最初に何見るべきとか、なんかね、どのイヤホンがいい、どのカメラがいいとか、うんうん、マジでちょっとやるわ俺。あいいね、楽しそうだもんだって、うん、なんかこれを機にね、本当に増えてってくれたらね、趣味が。そうそうそう、うん、いいよね。だってまずはだってこの紹介したこの5人は確実にやってんだから。そうだね、確かに。か趣味動画もすでにいるんだから、うん、あとはもう入るだけだよ、入るだけだよ。聞く相手がいるんだからさ。そうね、確かに。そうそうそう、リアルにそこはお付き合いいただくと思います。はい、はいはい、というわけで視聴者の皆さんも、はい、ぜひね、僕たちのプレゼンで興味を持ったものがありましたら、はい、チャレンジしてみてください。はい、というわけでバイバーイ。バイバーイ。朝6時に起きるのおめでとう。